激怒、阪神、ノイジー再び失態、株主激怒、岡田監督が怒りの爆発、打てない外国人はいらない、日本生命セパ交流戦、ソフトバンクに、レ阪神、初戦、ソフトバンクの勝利、14日、水穂ペーペー、笛を吹いても踊らない、阪神はソフトバンクに0、2で今季9回目のシャットアウト負けを喫した。 プロモートされたシェルドン・ノイジー外野手29号3番左翼で起用したものの8回に三振併殺で凡退し岡田章信監督66が怒りを爆発させた試合前には大阪で阪急阪神ホールディングス HD の株主総会が開催されなぜ新しい外国人を獲得しなかったのかとの批判が飛び交ったが連続して交流戦での負け越しが確定し セリーグではこれが唯一の敗北となり、悔しい結果に終わった。バットをボールに触れさせるだけで十分だったのに。その狙いで一塁走者、中野にランエンドヒットを試みた。しかしノイジーがタイミングを外し、最悪の三振閉殺となった。再びスコアボードはゼロを示す。岡田監督は怒りを込めて言い放った。いや、ストレートが全く当たらないんだ。仕方がない。 ストレートが全く当たらないんだよ。14三振を記録して、今シーズン9回目の無得点負け、12日のオリックス戦、京セラで2連敗し、1週間で3回目の無得点という苦境に陥った。0、2位の八回1死で中野が松本豊か,から左前へヒット。この日、1軍へ昇格したノイジーをスタメンに抜擢し、フルカウントまで粘った。 低めのストレート。ファウルでもよかったが、空振りで結果中野は甲斐の強肩によって刺された。ほら、カウント3、2位からのランエンドヒットで、ストライクが来たら、まっすぐに空振りするんだからな。それじゃ、何もできないじゃないか。走らせることもできないよ。その状況では。セリーグで初の連覇を目指し、スケット野手の強化を控えた。昨年秋。 オリックスとの日本シリーズ第7戦でノイジーが先制の3ランホームランを放ち、年俸を20万ドル下げて110万ドル、約1億6170万円での契約更新という異例の形でチームに残留した。バットを早めに構えるなど、指揮官がオフ期間に課した宿題を実践したが、初回の打席でストレートをしっかりとスイングして打ち返せたのは良かったけど、その後で2回の三振があったから。 そこは反省したいとノイジーは述べた。1回西で左翼フェンスを直撃する二塁打を放った。来日2年目で初めての降格を経験し、気持ちを新たにしたかに見えたが、重要な場面での活躍は期待外れだった。午前中、ノイジーは不満の対象とされていた。大阪・梅田で開かれた阪急阪神 HD の株主総会で、 ある男性株主がなぜ新しい外国人選手を獲得しなかったのかと質問した。以上で谷本治阪神電鉄の取締役スポーツ・エンターテインメント事業本部長は、ノイジーもミエセスも若手で、活躍する可能性がありますと回答したが、その不安は現実となった。交流戦では2年連続で負け越し、2017年6月17日以来のセ・リーグで阪神が唯一敗れた。勝ち点は1 首位の広島とは3ゲーム差、3味の巨人とは0.5ゲーム差、打率244、ホームラン1本、打点8というノイジーの成績は期待外れで、困難な状況が続いている。が出ても、走れと言っても走らないし、走ればバッターは空振りするし、走っては勝手に打たれるし、点が入るはずがない、何もできないわ。監督はチーム全体の苛立ちを隠しきれず。 ノイジーの評価は急落の一途をたどる手法と期待された大山も不調で2軍降格勝負を決める夏が近づくも必要な戦力が整わない状況だ阪神は今シーズン9回目のシャットアウト負けを記録交流戦での4回目1週間で3回目1シーズン143試合で計算すると20回のペース過去最悪は2022年の25回 交流戦の成績は5勝10敗残り3試合を前にして昨年の7勝10敗1分け慈悲に続き再び負け越しが確定今シーズン先制点を許すと7勝21敗3分けの成績6回終了時にリードされている場合は2勝19敗に分けファンの声これはミエセスもだと思うがまだミエセスは昨年もだったがスタメンでの起用も少なくし 打席に立つ機会もないことで、日本の野球になれるのに時間がかかるかとは思うが、ノイジーは昨年でもスタメン起用が多く、打席数もありながら、この責任ではと思いますね。別に特に守備力がなかったとしても、普通にプレーができればと思います。ヒット性のあたりをアウトにできなくても良いと思う。これよりも助っ人として日本で野球をするならば、打撃面での活躍を期待したいですね。 これまで過去に獲得した外国人選手でも長打を期待としても打点はありながら本塁打が少ないことで何人もの外国人が解雇されたこともあるノイジーは本塁打も打点も得点圏打率も低いというのは助っ人の役目を果たしてないかと思いますねもっと打てる打者を獲得するべきだと思いますこれは岡田監督にも責任があると言えます昨日はツーベースを打ちましたが一般的には三振が多かったり 力のない打球が目立ちます。極限すれば、1軍での打席が実質的に無駄とも取れます。この状況なら、チームの将来を考えて、現在1軍のトヨタ、前川の両選手や、2軍で成果を上げている若手を積極的に昇格させるべきです。ノイジーは、真面目で性格も良いですが、日本で活躍するための実力が足りません。昨年の日本シリーズで見せた価値あるホームランで注目を集め、 今シーズンも契約更新されましたがやはり実力不足が否めません力強い外野手が見当たらないのなら来年のシーズンに向けて新たな外国人選手のリサーチを早急に開始すべきです阪神の打撃力は弱すぎます選手たちも力不足で甲子園のスタンドへボールを運べる選手がおらずかつての田淵やバースのような選手がいればどんなに良いでしょう大山は一体何をしているのでしょうか 三中で修行でもしているのでしょうか岡田監督敗戦の原因はノイジーの空振りストレートが当たらない阪神はソフトバンクにわずかに敗れ交流戦での敗北が決定先発の伊藤進むは5回にし無双者の状況から8番笹川にプロ入り初の安打を許し次に9番広瀬に初ホームランを浴びせられ痛烈な2失点で2年ぶりに関東敗戦を記録した 以下岡田監督とのやり取りです5番にチャンスはあったがただのミスだそうだろう2アウトから8番9番に伊藤は安心していたのかもしれないな伊藤進むにとってあの場面だけだったその場面だけだだから言ってるだろう安心してたかどうかは知らないけど2アウトランナーなしで球については見ればわかるだろうボールが良くなければ 打たれているだろうチャンスを生かさなければ流れがそれは自分たちで潰しているんだからな8回のノイジーの空振りについてはいやストレートが全く当たらないんだしょうがないストレートが当たらないんだえそんなものだよチャンスで前に進めなければフルカウントからランエンドヒットでストライクが来てストレートを空振るんだからそうなると何もできない走らせることもできない ヒットについては、ヒットは出ても、走れと言っても走らないし、走ればバッターは空振りするし、走れば勝手に打たれるし、そんな状態では点が入るわけがない。まったく、本当に何もない。血に足がついているか、勝手に打たれているんだ。わからない。自分も。ベンチでサインを出しても何の効果もない。ずっとだ。走れと言って、みんなに盗塁のサインを出しているんだが、 誰も走らないんだよ。本当に。